それで、小田急百貨店は、土地が60年代に ODA で、アメリカの大使館の方にお世話になって、あと、もっと古くだと、ペリー来航時から、日本の、法医学とか、全て全般ですけれども、アメリカの方々がここまでしたので、どうしてインド人とか黒人の方が増えちゃったのかなっていうのも疑問なんですけれども、差別はいけないですけれども、この目の前が住友ビルで、おじが働いてたとこですね。で、この西新宿自体が、土地で記録してるので、ほとんど、テレビ関係ですね。昔からそうですけれども、あまり日本人はいない土地です。それで、どうしてこの今年になってこういうものが、出てきたのかなって思うんですけど、この小田急っていうのは、ODA のことだと思います。だから多分この土地の、この西新宿の方は、だいぶ古いアメリカ人がたくさんいたんじゃないかなと思います。1920年頃からずっと。西新宿に来ると、すごくアメリカ的な空気になるので、八王子とかの黒人街、韓国とか黒人街とかの八王子から武蔵小金井までとは全く違いますね。安全だと思います、西新宿はまだ。